上部の斜線部の内北部のビルング辺境白寮を除いた部分がゲロ辺境白寮である。メルゼブルク辺境白寮はその一部である。ゲロ辺境白寮は10世紀半ばに存在した広大な辺境白寮。この辺境白寮はおそらくティートマールにより920年代に創設され、その後その二人の息子であるジークフリート及びゲロに継承された。 965年のゲロの死後、この辺境白陵は5つの辺境白陵に分割された。それらは、ノルトマルク、オストマルク、マイセン辺境白陵、サイツ辺境白陵及びメルゼブルカ辺境白陵である。ジークフリートとゲロの白陵の中心地がメルゼブルクであったため、この辺境白陵はメルゼブルカ辺境白陵と呼ばれることもある。しかし、 メルゼブルク辺境博は965年以降に成立した辺境博領を指す。また、この辺境博領の中心にあった教区がマグデブルク大四教区であったため、マグデブルク辺境博領と呼ばれることもある。オストマルクと呼ぶ歴史家もいるが、これもまた965年以降に創設された辺境博を指す。ゲロ辺境博領は、 北部のビルング辺境白猟と同時にできたため、南部オストマルクと言われることもある。また、マイセン辺境白猟と呼ばれることもある。ソルブ辺境白猟とチューリンゲン辺境白猟の子が用いられている場合もある。965年、メルゼブルクはより小さい辺境白となり、ギュンターに与えられた。八十二年のギュンターの死後、メルゼブルク辺境白は、 埋戦編共白に統合された。ありがとうございます。